はい、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ここはですね、新宿の南口になります。 JR の新宿駅の南口、あれバスターですね、バスターです。今ですね、4月26日で、東京が第3回目の緊急事態宣言を受けたところとなります。ちょっとね、南口の状況がどういうことを見たというかを、確認したいと思います。まあ、人はいるんですけど、やっぱりいつもと比べては少ない感じがします。久しぶりに来た新宿駅、風が強いです。この緊急事態宣言3回目の翌日となります。で、月曜日ですね、今午後3時、そもそもあんまり人はいないとは思うんですけど、ただまだやっぱり人は少ない感じはしますね。あれですね、ルミネ吉本の劇場があるところですね。あってんのかな、閉まってるっぽいですね。海では閉まってますね。劇場は閉まってる感じです。あ、この商業ビルも閉まってますね。フラックス、休館ですね、フラックスも。で、いわゆる南口の広場、閑散としてますね。明らかに少ないですね、人は。パチンコはやっていて、ドンキもやってますね。あ、有名な食堂ですよね、長野食堂もやってますね。台東のゲーセンは閉まっています。運気はやってますね。まあ、閉まってる店と開いてる店混在、まあもちろんそうだと思うんですけど、混在している感じですね。
まあランチは当然やってますよね。まあ今3時だからランチ終わっちゃった店もあると思うんですけど、ここのゲーセンはやってますね。22時まで。大変ですよね。でもあれ新宿駅ですね。はい、というところでですね、今回はちょっと新宿南口で、うろうろ散歩してみました。はい、というところでご視聴ありがとうございます。